君こそアスリート。今回は特別編、郡山市で開催された陸上競技大会ツーラップスミドルディスタンスサーキットの様子を紹介します。この大会はロンドンオリンピック 800m 代表にもなった横田真人さんが代表を務めるランニングクラブツーラップスが主催する中距離ランナーのチャンピオンを決める大会です。福島の予選会場では郡山市出身の田母神和義選手がレースディレクターとして大会を運営しました。私たちツーラップストラッククラブが中距離を もっとメジャーにしよう、発展させようということで大会の方を企画しました。今大会のポイントとしてやはり非公認の部というところで、普段陸上競技に携わらない方々と一緒になって大会を作るという趣旨もありまして、この大会作らせていただいています。スポーツの楽しみ方も伝える大会、小学生から社会人まで幅広いランナーが参加しました。さらに中距離ランナーのチャンピオンを決めるためトップ選手も福島に集まりました。トップ選手が走るレース、競い合うだけではなく特別な取り組みも行われていました。小学生の競技普及だったりそういう部分でせっかくエリート選手たちが来るんだったら、その肌感っていうのはやはり見るだけでは伝わらないと思うので、実際に同じトラックに立って同じ場に立ってエリート選手の凄さと肌感とそのレース前の緊張感であったり、そういったものを味わっていただければなと思って、このようなレースを設定させていただきました。他の選手全員速くて、最初の後ろからのプレッシャーがすごいやばかったです。みんなみたいなスピードを持ってみんなの記録を抜きたいです。トップ選手の走りを肌で感じた選手たちがこれからの陸上界を盛り上げます。やっぱり僕は福島が誇れる地元だと思ってますので、熱量をさらに大きく、そして陸上王国、駅伝王国、日本一陸上が強いという県と言われれば僕は嬉しいかなと思っております。